はい、皆さんこんばんは。毎週火曜日22時から生放送でお届けしております NGC スチーム生放送のお時間でございます。お相手は私電波組インク古川みりんです。皆さん今日も寒いですけどよろしくお願いします。風邪ひいてないかい？私は元気です。そして多分みりんさんより寒い、特に上の方が江戸さんです。なんか、はい、なんすかニット帽とか似合いそうですよね。フォローしてるんですか？いやいやいや、解決策を今提示しただけです。なるほどね、はい、ニット帽とかいいんじゃないですかね、うん、と思ってすごいね、うん、多分ねびっくりするぐらい寒いですよ、はい、まあ私も生まれてこの方、うん、坊主になったことないしないので。一番短い時ってどのぐらいです？でもこんぐらいかも。あーまあセミなんつーのボブとかそのぐらい、セミロングかな、セミロングなのか本当に、まあうん、私 の、 の、ね、そうです、中学の時の卒業写真はこれぐらいでした。今度持ってきてください。やめですやめです。黒に黒を重ねた歴史なんでちょっとダメですえ俺も見せるぜ、なんかあそういう江戸さん俺はでもなんかあんま変わんない感じしますけどね。なんか想像がつくちょっと、うん、そうね、うん、髪の毛があったなぐらいな、うん、なんか、うん、あとちょっと痩せてたみたいな感じかな、うん、私やっぱねちょっとまん丸だったので顔が、うん、もう若さならではの丸みたいな、うん、特にその中学とかだとそうか、うん、もう、うん、じゃあもっとちっちゃい時のやつは、もっとちっちゃい時、あ、わかった、はい、改元ってそれいやいやいや、うん、その切り札はもっといいとこですからそりゃそうだな。でも私の最も重要な私の切り札持ってると思ってて、うん、私テレビ東京で放送されてたスーパーマリオ64スタジアムっていう番組に出演したことがあったので、出た、はい、その時のちゃんと動画あるんですよ、うん、あるんだ。へえ、あ、その VHS かなんかで録画したやつ。そうですそうですそうです。あー、なるほど、あるので、はいはい、それ早めにあれですよ、PC に落としといた方がいいですよあ、でももうね、あ、もう落としたんだ、 DVD にしてあります。あ、だ、さすが、それはすごいですね。もうね、うん、これが、うん、私の切り札です。なんか昔の写真ちょっとどっかで公開したいわいやいやいや、わしはいつでもいいんだけどさ、うん、中学の時のやつとか、うん、VHS？ てんてんてん、はてなってきてるんですけど。え、VHS はわかるでしょ。いやいやいや、VHS もわかんないか。まあまあ、いやいや、わかんないっていうか、お前それの単語出すとバレるぞってことなんですよね。江戸さんも普通に、いやいや、結構子供の頃っていうかさ、はい、もう、だってうちのスタッフの一番わかるのでも VHS はわかるぐらいでしょ。わかるぐらいだよね。わかるけど、もう使ってないんじゃないかな。使ってはいないね。あれいつなくなったっていうか、うん、でもまあ20年いかないぐらい。ベータはわかんないんじゃない？ベータわかんないですね。でしょ、うん、うん。うちね、親父がベータ派だったから。あ、わかんないや、ベータって。そうそう。ソニーが出してた、うん、そう、要するにビデオですよ。ビデオデッキというか、その規格。VHS とは別なんだ。VHS みたいなテープなんだけど、じゃあうちだったか分かんないな。通常はね、うん、普及してたのは VHS なんで。ああ、なるほど。そうそう。で、どっちかっていうとベータの方がマニアックだったっていう。じゃあうち多分 VHS ですね、うん。そう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 。まあ、そっか、PS2 のあたりから DVD に。ああ、そっか、なるほどね。うん。まあ、それがあるので、うん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 、それはもう本当にこう。うん、ピンチになった時にドーンとこう切り札でピンチになった、いつピンチになるの？かんですけどドーンって切り札で出して、なるほどね、起死回生を狙っていこうかなと。起死回生するのそれ？かんないけどまだ出せませんね、それは。まあ、まだね、はい、うん、あれだわ、俺子供の頃の写真、はい、じゃああれだわ、スタンプかなんかにするかなそれがいいかもしれんわ。あの卒アルの写真をこうポンとこう実写スタンプでサイズ感的にもいいと思うんですよね。すげーちっちゃい子のやつ、うん、こうやって、そうね、はい、うん、はい、あの卒アルの、うん、こうやって撮ってる写真以外にこう、うん、遠足みたいな感じで、うん、スナップで乗るじゃないですか、ね、うん、何部とかさ、そうそう、何クラブとかみたいな、うん、それで私が乗ってる数を数えたことがあったんですよ、うん、ああ卒アルの中にね、そう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 、うんうんうん、1とかだったんですよちょっとで、だってえ
いやこなんかこういうの全体以外ってこと、こういうのはありますよもちろん、うん、こうイエーイみたいな、はいはいはい、みんなでなんか遠足行きましたとか運動会いいとかってやつね、もしかこうイエーイってやってる人なんかこういう風になんかする、うん、ってそれ野島純子じゃないですかなるほど、まあね黒を、うん、お黒で塗った歴史の話になりましょうも黒の歴史から、はい、うん、今日は明るいゲームですわ、うん、そうよ明るいゲームから、はい、うん、というわけでこの番組はですね、はい、スイッチとニコニコ生放送でお送りしております。主にコメントはスイッチで読んでおりますので、ぜひ皆さんコメントしてください。はい、そして配信を行っている機材はこちらでございます。どうぞ。じゃん、エイリアンウェアオーロラー、オーロラー、不可能も境界も知らない、うん、ゲームをレベルアップしていきましょう。ぜひ皆さんチェックしてみてください。そして、はい、モニターやゲーミングマウス、ゲーミングキーボードなどいろいろ取り揃えておりますので、ぜひ皆さんセットでチェックしてみてはいかがでしょうか、うん、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、はい、先週からやっておりますゲームが、うん、Steam にあります、うん、ラムラーナ2という、ラムラーナ2やっておりまして、まあ、以前私1をこれ、はい、同じこの番組でやってて、はいはいはい、難しいなとか言いながらやってて、そう、ね、うん、まあ、まあ全然クリアすることもなく終わったんですけども、終わったんですけども、その2をやろうじゃないかということで、はい、今どうやらあれですね、その放送前になんかお金集めをしてくださったんですよね、うん、はい、やったんですけども、はい、まあ割と焼け石に水だったんじゃないかなっていう気がなんかそのちょっとその救済出的な銃が、はい、うん、銃がね200円するんですよ、はいはい、で今集まったのが145とかなんで、うん、なるほど、1時間ぐらいね序盤に頑張ったんですけど、あのそう、スリッパがこう序盤になすりつけていきまして、うん、いつの間にか序盤にやってたんですけど、はい、で頑張って70貯めたんですよ。1時間ね、1時間で地獄ですよ。地獄ですねえ、これさ、はい、ゲームオーバーだったらお金戻るんだっけ、お金平気か、あセーブポイントからなので、あ、じゃあじゃあじゃあ、まあそのロストの心配はないが、はい、まあそうね、時間をロストする感じですよね、そこまで、なるほど、うん、じゃあまあまあ、うん、でまだどっちにしろ銃は買えないぞということですね。買えないですね。なので今日は江戸タイミング法で行くしかない。 OK、 私覚えてるから、はい、覚えてるこういうやつ。まあでもリズミカルにタイミングの話なんで、まあまあ、まあ3回やったら勝てるでしょ。ああ、なるほどね。3回死ぬのは勘弁してくれそれぐらいやったらできるでしょうということなので、了解しました。というわけで今週もラムラナツやっていきたいと思います、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。ではコントローラーを持ったんで、はい、お願いします。お願いします。はいセーブをした跡があります、ね、そうですね。これ バスケットだっけ、こうか。ああ、なんか変なところにセーブしちゃった、ごめんなさい。どうした、大丈夫、なんか変なところにスロット増やしちゃった、ごめんなさいやっぱそうですね、1時間ぐらいやってますね。ああ、ほんとだ、うん、というわけで始まりました。場所覚えてる？俺場所覚えてねえや場所は覚えてる。おお、その弾を撃ち落とせるんだよね。そうで、うん、多分こっちかな。なるほど。で、うん、うんうん、どこだっけ、上かな上かな上か。で、ここじゃないかな。あ、それをね、れそれ、あの水を落としたら出てくるんだよ。そうだよなんでペピー、あれ、あ、叩くんだった。で、ここで新しい会話、なんだ、この会話って何なんだこれ。ん、遺跡の中に溜められた水は毒入りじゃ。え、どういうこと、どういうこと。え、あ、それって、あ、減ってる減ってる、体力減ってる、体力減ってるよ。ボス戦前に体力減らしたよ。やべ、終わった。これはきつい。毒入りだったんかい。毒なんだ。それ、どうやってんだっけ、どうやってんだっけどうやってんだっけ。さっき覚えてるって言ったじゃん。はい、どうやってんだっけ、どうやってんだっけどうやってんだっけどうやってんだっけ。お、できてる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 、エドタイミングもできてる、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 はい、終わった。そうそうそう。で、あ、違う、そっち。あ、出てんだっけ、出てんだっけ離れると弾打ってくからね。で、そっちに誘導して、自分は上に飛ばなきゃいけない。あー、弾打ってきてる。終わる。あー、これは弾かども、いや銃食らうのか。はい、で、降りこの降りれないのか、よい、おい、止めー、よくよく、あー、あれ当たってんのか、今。今、疑惑の判定よ大丈夫、でも分かった、かすかながらエドタイミング法が分かってる、分かってる、相手ともやり直したい
これ絶対できるか。あ、まあ、してんのかこれ。それ回避じゃなくてね、経験値らしいですよ。あ、なるほど。うん、じゃあこうやって落ちた時にさ、うん、右に落ちたいんだけどさ、うんうん、なんていうのこの、うん、ヒュンって落ちるからさ、下に落ちるからね、難しいんだよ、なんかそう、だから上からジャンプでポーンっていかなきゃ、うん、ちょっと右に落ちれなくてっていう、うん、まあまあ、でも1回目でここまで来たんだ、上出来ですよ。タイミング法忘れていないね。タイミング法、このゲームにはあのアーマー回復ドローンがないのでそうだ、そうなんです、ドローンちゃんが欲しいですけどね、本当はね。いきますよ、起きた。こうやってから、うん、ジャンプするときにもうスティックを入れてるとこういうジャンプになるんですよ、うん、そうで、ジャンプ中にスティックを入れると、うん、こうなるんですよ、シュンってなんでね。だからこのジャンプの癖をまずは完璧に理解しないとこのゲームは難しい、ね、うん、はい、まずはそうなる、はい、で降りてきた、近くに行くと向こうに行くので探し出して打ってこんなんだよな、来てからそっちじゃない。うわわう、はい、で一回で戻らして右に登って打つで落ちて、ここなんだよな、左に行く。ここなんだよ、そこで左に行けばいいんだよ、ここで当たる、うん、ガチ、そっちそこじゃない、そこじゃない、ガチ、あ、ちょっと怖い、あそこじゃ無理だって。一回行きましたまで降りてやっていいんだよ、そうそう、それこう、エドタイミング方向へ、ね、登る、あ、じゃあ早いの、早いの、分かった、エドタイミング方、私は分かった、一回落ちんだな、そう、一回落ちないんだな、オッケーオッケー、そうそう、うん、いやー、あー、またちょっとバカ、はい、やり直したい。あれ、はい、いや、でも、うん、そっか、うん、一回落ちるのが、そうだ、そうそうそう、あそこで粘っちゃいけないんだ、そう、2段目にいると、そっか超タイミングでかわすことはできないことはなさそうだけど、うん、でもすっげえ難しいと思うよ、OK、うん、今これで3回目ね、これ3回目です、なので3回目まで許すを3回目までゲームオーバーを許すなのか、うん、3回目のチャレンジで倒すが正解なのかどっちか分かんないです、それミニさん次第です、そう、それで押し付けていくね、登って、あ、まあ、一旦ね、一旦パターンにはめないといけないからね、あ、これは死ぬな、これノーダメージでいかないと死ぬ、ここでさ、当たるんだよな、わかる、ここで当たるんだよな、うん、それで当たるんだよな、ちょっと待って、うん、いや、分かってる、みんなの言いたいことは分かってる、みんなの言いたいことは十二分に伝わっている、うんうん、そうね、ちょっと待って、うん、で、何人かラムラーナ勢がいるから、え、ラムラーナ勢いるんですか。うん、なのですごいいろいろ言ってくれてんだけど、オッケーオッケー、待って、今ミニさん頑張って戦ってるから、我慢してあげて。そう、サワさんの癖が強いのよこれ、そう、うん、そうそう、そう、みんなまで言うな、 3回目許すからっていうので、ここで3回目だから、で、次が本番よ、そう、まあ、次、うん、いいよ、次よ、いや、でも次、うん、まだ慣れてないよね、ちょっとまだ、うん、癖を、うん、初手がどこ行ったらいいんだ、初手はそこでいいよ、ここでそこのちょっと右端にいて、ここ、そしたら向こうに行くから、で、追っかけんのよ、そう、追っかけんの、そしたら、あ、そっちまで行っちゃったので、そこら辺にいると向こうに行くじゃん、そうそういうこと、それで登る、で、打つ、で、下に降りる、右に行く、そのまま行く、そう、あそこ行き過ぎ、それは無理だわ、それは無理だわ、そうで、行ったら向こうで戻って、で、下に降りてちょっと行く、じゃあそこまで行くと真ん中行っちゃうから、打つなよ、そう真ん中より左側にいなきゃいけない、そう、あー、もうちょっと前か、今だと、それで、そこにいて、そう、戻る、で、行く、で、当たる、で、そうする、で、左に行って、それで、登る、で、打つ、降りる、右に行く、もうちょっと右行って、で、そこら辺にいて、もう、向こう行くから、戻って、打つ、それで、左行って、登って、ちょっと、早い、ほんの一瞬必要なの、そこ。そう、
そう、そういうこと、そういうこと、ルッツ、もう一回、もうちょっと前から、うん、もうちょっと前、そう、そこで待ってて、一点ポイント左に、あー、ギャッギャッ、あ、まだかよ、意外となる、意外と、そう、もうちょっと、あー、早かった、まあまあ今これしょうがない、一回リセット、一回リセット、そう。で、それで、うっつ、なんだよ、かてぇな、意外とかてぇな。はい、で、そう、はい、そう、あ、まあ、結構かてぇな、結構かてぇな、あ、いやいやいや、わかるわかる、やめてください、気持ちわかる。で、登って、で、それで、そい、はい、で、落ちて、そこで、まあ一回避けた、はい、で、左。登って一瞬で左落ちた、おい、行ったのこれ、やったやった、はは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 、最初からもう今日エンディングもこれやった最初から大激戦ですけど、あ、しかもここに、うん、これなんだ、目をかじり、はあ、あれこれセーブじゃないんだ、あ、これはなんか情報のやつだよね、終わった、左上に行けるようになったってことね、セーブさせてくれ、そうだね、セーブしたいね、行ったらセーブできるのかい、これ一旦見てみればで戻ることができるから、あ、でもなんかワープっぽいけどな、そこ、そうね、重り2つあるのでどうしよう、重りだけやってもいいんじゃない、やっとくか、うん、そうね、あー、どっちみちか落ちないよね、ジェルトン、これなんだ、あそこになんかなんかある、なんかそう、へこみがあるんだよね、なんだろう、あれも重りなのかな、あ、これ調べるか、ん、スイッチがあるよ、うん、ボンキラ持ってきて、ね、手で、あ、しなったさ、イエーイ手突っ込んでる時にもう死ぬからと思って書いたんだね、なんかってことは、これ行ったらまずいの、うん、行っても平気なのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんない、そう、なんかさ、ここで死んだらきついんだけどね、だってさ、うん、手を行かない、あるでしょ、まあでも棒があるから平気なのかな、重りじゃ無理ってことだよね、だからその棒がないとここは棒って何、棒って何、重りで重りで通じるのかな、超怖いんだけど、俺もちょっと怖いけどね、重り無理な気がするけどな、なんか棒切れを持ってくる気がするんだよな、一回セーブしとく、一回セーブかな、ちょっとあそこに入ってさ、ピューンってやったら怖いもんね、そうそうそう、あ、てあれブラック、ブラックカーバンクルがいる、なんで増えた、ブラックカーバンクル、あいつが落とすとかだったらやだね、ちょっと一回、うん、まあ死にはしないと思うけどさすがに、うん、4つの陰を鍵とする封印、うん、時には道を、時には力を封印する、まあ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 、まあ、一旦ちょっと、なんとなくって感じかな、一旦、うん、この下だよね、下のあれか、一旦この左、ここか、あ、違う、右か、うん、あそこか、はい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 、あー、え、あの黒川バンクルなのかな、どこにしよう、うん、まあどこでも、上の3つどこでもいいっすよ、うん、あー、クリアした、なんとか、じゃあちょっと黒川バンクルも行ってみるか、うん、あ、あそこ重りで行けるのかな、なんかでもなんか踏み込んだ瞬間にこうバションとさ、うん、罠が発動して死ぬ気もしてんだよ私は、まあ、あとは抜けなくなって死ぬってるから、うん、ちょっと俺こうどうやっていくんだ、こいつ倒してみるかい、とりあえず、うん、あ黒川バンクルそのまんまかい、あれねえな、うん、どうやってみたっけ、なんかさ、見れるよね、これ。魔物図鑑みたいなやつ？そうそうそう。あー、どれだっけ？魔物図鑑って。この、あ、違う、コンビニで、あれどれだっけ？魔物図鑑どれだっけ？いいや、わかんない。なんか、うん、入れるタイミングで見よう。うん。そうそう。一回、うん、まあ、やるだけやってみれば。そうね。うん。もう、今はセーブしたからさ。やべ、変なとこ入った。それ、変なとこ入ったね。やるぞ、やるぞ、うん、
あ、はい、あ、そもそも何もできんか。あ、そもそもか。下打ちができればね、せめて鞭で下にバッと叩くとか。そもそもダメか、もしかして。なんかどうやらやっぱ棒を持ってたみたいな。で、その棒が見つからなくて困ったっていう意見があったから、どっかに落ちてるっていうか、あるんだろうね。意外とだと。じゃあ、うん、うん、あ、マップを見るしかないのか。マップないのか、私これっていうか。マップどれ。マップ、ノーマップって書いてある。あ、そうか、ここのマップ取ってないのか。あ、じゃあ遺跡地があるじゃん。これでいいのか。あ、入れてなかっただけってことは、とはいえマップはない。ないね。ぐるぐるマップ、これだな。うん、でもこれは起動だから、この状態で起動してるっぽいよね。うん、じゃあまだここはマップも持ってないんだっけな。これで前世の記憶がない。あ、確かにそんな気がする。地図がないんだよね。じゃあここは無駄足だったな。ちょっとこの左のジャンプ無理だな、絶対に。ただあそこの骸骨見たっけ。行ってみようか。うん、そもそも行ける。あ、それはこうでいいのか。そうそう、こういう、ちょっと待って待って。いや、今のはもうね、最も不得意とするピタゴラスイッチでしたね。あの丸い印みたいなのなんだろうか。なんか特別なものが必要なんだろうか。目かな。これ前回のラムラーメンさ、うん、目があんま分かって、これでもジャンプしても届かないよね絶対。目をあそこのやつに何かやったら目からビーム出るわけよ。うん、うん、そうそうそう、それが分かんないな。10、無知、これ思いっきり大ジャンプしたらもう絶対届かないよね。うん、とは思うけど、やってみるだけやってみる。いや、ギリギリ届くのかな今、足場的に。いや、無理だな。あ、いや、でも今ので無知振ればいけたか。いや、無理だな。無知振ってもいけないかな。あ、いや、もうあと半歩出れる名前に。やっぱダメ。入ってるね、てか無知は届いてるよね、そもそも。あ、目にはね。目はね、でもね、何もないっぽいか。目はビームが出る場所だから。そっか、あそこの上の印にやるとビームが出るけど、下にあれが落ちるとかってことかな。叩いてみるか。叩いてみる。あ、結構ダメージでかいからね。そう、気をつけないといけない。あれ今当たってないの。どういうこと。あ、やっぱそうだよね。あっ、ぶね。あ、いや、たださ、でっていう感じだったんですよ。でっていうだね。うん、ここ違うのかな。で、行ってないとこ行くしかないな。そうですね。うん、スパッとかなん、左かも。わっ、出たよ、もうそういうの。いやいや、しんどいしんどいしんどい。危ないかよ、できた。おしゃれな壁、小野島の輪の上に頭を使って仕掛けを解かなきゃいけない壁もある。ほうほう、あれのちょっと赤いキラキラしてるところか。そっか、かな。ああ、ここの宝箱も開けてないのか。気持ちよくて足りない。まいったな、こりゃ。一応、あそこに重りがあって、あれ、あそこの扉ってなんだっけ。見てみよう。うん、近づくべからず、手の届かないなら近づくべからず、近づくなどって。近づくな。これ左目のドアから入ってきたんだっけ。それは分かんないな。なんだこれ。でもさ、これで左に…なんか…すげえ遺跡で死ぬ人だ。主人公はこうやって来て、骸骨もなってて、おお、いろんな人が死んだな、ここで。ひどい、これはひどい。ひどすぎる、ね、今のはひどいわ、本当に。すごいね、ダメージ関係ないもんね、あれね。さあ行ってみよう。あ、開いてよ。それ毎回やってんだ。今のどうしようもなくない。斜めジャンプしてなんかってことなんだろうね。なんだっけ、うん、あ、ここから来たんだよ。ここから来たのか。うんうんうん、いや、罠あるって言ってるのは知ってんだけどさ。結局、あ、ごめん、結局左は行けないのか、これってことだよね。
左はなんか柱があっていけないのか。あ、ここ今の段階だとね、だから逆側から来て多分ここを開けるんだよ、あの重りで、はい、そしたら行けるようになるやつだろうから、これはもう行けるとことりあえず行って、だな、どこだっけ、あ、ここのところも開けてないな、なんだろう、あ、開かないのか、あ、重り、これだけかな、あ、開いた、普通に開いた、これな、なんだっけな、チーズ、あ、ここで、あ、チーズこれでなのか、あ、先週そうか、セーブしてないのか、あ、そうだそうだ、これで、一応チーズはまあまあまあ、チーズは手に入れた、あ、そっか、で、なんかさ、3つのゾーンのやつの、うん、そうだよ、右側、この間、一旦水入れたじゃん、あ、水出したじゃん、はいはい、でもなんか、うん、なんか柱がなんちゃらかんちゃら普通できなかったんだよね、どっち見たらこれ3つの女神像をやんなきゃいけないから仕掛けがありそう、これってやったっけ、わかんない、でもやってる気がするけど、危ない、うわ、これはやったね、これやったわ、で、かわしたんだよ、うん、はい、これなんだ、ああ、泉ね、うん、右の泉をとりあえずやっちゃうしかないかもしれないね、あ、これなんだっけ、これだ、これ叩けばいいんだっけ、あ、これ目を叩くだけですね、うん、コウモリうぜえな、コウモリこの動きはうぜえな、みんなと取れないこれはい、で、でまた水が出るでしょ、レレレレレ、うん、これ目がなんとかって出ないの、はあ、まあ、なんか遺跡っぽい、危ねえ、で、戻ればいいかだよね、2個しかただやってないからな、これ多分まだですよ、あ、これで1個、そう、あと1個なのよ、だから、あ、これもっと右行くしかないんだよ、右上は行けんの、あ、右下かから、うん、落ちて、ん、あ、違え、左上行けないんだっけ、あああ行けないのか、左上はね、行けないね、逆から来ちゃってじゃない、さっきパンも行き止まりか、一旦そうだね、これ下落ちれるんだ、落ちれないか、下は落ちれない、うわ、つれ、え、何のタイミングで今落ちてきた、多分柱に落ちよ、ああ、そういうことか、ってことはみたいなこと、向こうの右でパシンってやったら真ん中が崩れるとかないのかな、関係ないよね、まあ女神像のどっかの、ここでパシってやったらなんかみたいな、さすがにあれじゃない、違う、あの涙もう一個のやつじゃないこれは、じゃあ、うん、じゃあどこだ、右じゃない、右、うん、あの上行って右ってこと、上行って右って言ってないんだよ、なんかさ、ここのほら、こっちの下、バスルってなんかなかったっけ、なんかさ、その忍者走りできないとダメみたいな、あ、なんかそんな気もする、一回行ってみよう、うん、とりあえずね、さらいの感じ、うん、そうそう、先週ね、行ったところ全部覚えてるわけじゃないっていう状態だから、コウモリマジうぜえな、で、あ、そうか、あー、あー、ま、あ、そうね、うん、そうだったあ、ラムランダムカつくぜ結局右上なんだっけから、結局右上から戻ってきただけだった、だったような、マジで、うーん、やってみるか、いや、まあ、まあ、まあ、見えるだけね、これね、これどこがダメなんだこれ、ね、あ、そこじゃない、これでもさ、難しくない、そこはスッと、そ、そ、なんていうの、そう、ガクンになってるところ、ガクンってなってるのか、でもそこで落ちてもさ、落ちないはずなんだよ、うん、私も落ちてるんだよ、だったらガクンのところは平気なんだよ、これどうやって行くの、これでいいか、それでいいね、うん、で、その忍者橋のところでしょ、これで、なんか忍者橋ができないと、あー、はい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 、なるほどね、なんかできるのかな、ここで僕のレバーに行きたいけど行けないようやつね、これね、うん、そうね、
なんか壁に張り付いて降りてってジャンプしてみたいなやつ、ね、なんか微妙にこう降りるときにミニスティック入れたら機械すんのかね。いやそういうことじゃないよね。返しがあるからあそこにトゲのところがあるから無理ですよね。やっぱダメだよねこれ。ダメだね。はぁ、あれもう積んだってなるって言ったら一体こうやってそうだね。でまあここはまあ普通に落ちていいとして、他の生徒はトーブルに当たるから。あ、なるほど。じゃあ戻ってここでも当たるんじゃねえの。結局当たるんだね。あ、でもそこに来たのか。あ、でもお金、お金いっぱい。で、ここはもういけないから。あ、いや、これいけるでしょ。木のあれだ。ああ、そうそうそう、うん、え、今なんで、あーい、全部落ちていく。すべてのすべての罠にはまる人。あー、ムカつく。温厚な私だけどムカつく。セーブさせてくれ。セーブどこ、どこだ。セーブはね、どっちだ。もう分かるな、ちょっと。すごいな、ひどい。全断命中だもんね。これか、セーブ。うん、ここセーブ、そこ。セーブ。ってなると？ってなると？この下とか？この下ってなんだっけ？まあ、下の方はあんま行ってないのか。行ってみますか、うん。なんか、行ったことあるかな？で、ここになるんだ、わーい。まあ、そうだね。そこはダメだよ。ロードし。あ、いいっすね、別に。で、ロード絶対ってやるの？ロードはわかんないな。セレクト的にオプションの方から、うん、オプションじゃない、こっちか。あ、今あった気がする。あ、確かに死んじゃえばいいんだ。死ねばいいの、うん、あ、ほんとにさあ、じゃあ 左方面かな、じゃあ、うん、ここの左とかだよね、多分。ほい、あ、反対かい、逆向いた。気をつけろ、罠があるから。そうね、ドクロがあると大体罠だと思うべきだね。そうね、うん、こっち行ってみましょうか。これ、あ、これがここだろう。あそこの、このホームレが本当に難しい。あそこのさ、あの結局上のさ、左上のさ、あ、そうか、で、これさっき死んだのかって。うん、死んだので、じゃあ左上の、あれ、もうこんなないの。そっか、ないのよ。セーブがね、21とこから始まってるから。うん、なるほど。あー、なるほどね。そっか、ワープできんのか。ここ置いてみると、開いたじゃん。でもじゃない。え、なんで右、左行ったら潰されるじゃん、うん、これはどう、なんていうの、そこのさ、そっか、なんていうか、あそこでさ、ここの小部屋怪しいと思うんだよね。でも目が閉じたから、あ、いいのかな。あ、とりあえずあそこ入ってみれば。あそこでなんだっけ、なんだ、新マップかな。なん、こいつなんだっけ。罪人の妻、死魚、うん、罪人、罪人でいいんじゃない。おっと、ほっとかえばしまさん、毒水を防ぐことができなくなったため、はあ、ずっと毒水にさらされてるの、この人は。なぜ？かわいそうに、うん、私の夫を解放、はあ、はい、解放した3人の、あ、あー、人の、これだから、像から、あ、今やってることですよ、女神像のやつ。 OK、 やる、うん、やりたいのは山々よなんだけど、これで、あそこの罠がどう発動するかでね。だからどこが、どうが分かんないよ。分かんねえんだよな、そんな肉眼で分かるもの。さっきどこでさ、いや、そんな覚えてないな。でも乗った瞬間に結構ポンポンってもうなんかジャンプしていきますか。行くしかない、行ったところだけはね、まあ行ってみようか。一段目がって、あのね、いっぱいある、いっぱいあった、いっぱいある、いっぱいあったね、いっぱいあるよ、うん、いっぱいあるな。あれどうすんだ、意外といっぱいあったな。一個じゃねえんだな、あれ。ここなんだ、全部貫圧。これなんだ、あ、それそこじゃない、あれ違う、あれ開くんかい。あ、手裏剣だ。これね、なるほど。要するにあいつ倒すときに手裏剣使えばよかった的なやつ、これ。
そうじゃない、多分そうじゃない、そういけなくね、うん、あ、ほんとだ、うん、ってことはそうか、ここ開けてなかったのか、正解手に入れた30パーってこと、正解どうやって打つのかな、あんまでも打ってるブロックしたら嫌だから、うん、でここはでもとはいえしょうもない、ここはどれが平気な床かを見極めなきゃいけないってこと、それ肉眼で分かるものなのかな、あ、あれ手裏剣、あ、取ったら出るようになるんだ、で、このフラグだ、あ、とりあえずね、うん、それは、あの、うん、重いは置いちゃっていいはずなんだよ、どっちも開けなきゃいけないの、確かだから、開きました、で、目玉は、これでしょ、いや、こえ、これわかんねえな、でも、確かに、うん、ここにちょっと隙間、謎隙間があるんですよ、そうなんだよね、これ何、そう、そこを通らない選択肢が欲しいんだよな、知恵が試されますね、で手裏剣を使う、どこに使うの、なんとなく、うん、さっき、うん、ここが罠なんじゃないかみたいなことは、なんとなく目星をつけたんですよ、この床の、ここあそこの壁に手裏剣打ってみる、さっきさ、ダメだったじゃん、ここから、あ、違う、その下下下、あそこの6個のなんか顔みたいなところ、ああ、あれ、あれにさ近づいたら目がさ開いてたから食らったじゃん、でも目閉じてるからあそこいけるのかな、で、うん、これで、これで、こういうことかな、ここでジャンプし、あの手裏剣か、手裏剣何ボタンだ、手裏剣わかんない、あ、ダメですね、ダメか、手裏剣があそこ出たからもしかしてと思ったんだけどな、違う、私でも、うん、一回挑戦していい、うん、うん、どうぞ、あ、なるほど、え、もう一回って、うん、これで、あ、大変、あ、大変、あ、ですよね、これどこでも罠だな、そうなると、今私、さっき1個前死んだ時に、そうだね、2、うん、右、四角の左から数えて、うんうん、2個目と4個目がこう下がってるみたいんだけど、うん、だからそこが罠だと思ったんだけど、うん、これ踏んだところがもう罠っぽくなるっぽいから、うん、ダメっす、1回踏んでおいて踏んだ登ってる時に走り抜けるとかってこと、さっきどうやったの、え、どうした、ダメだったヒント出しますって、うん、うん、で、そうするじゃん、で、そこでガッていく、あー無理じゃない、悔しい、回復したい、回復したいね、あー、そこワープすればいいのか、ワープするしかないか、逆にこうか、うん、違うか、でも近づかないってこと、どこで回復だっけ、温泉で行くんじゃん、温泉、お金あるし、なんか買ってくかい、でも200円で待ったらよくない、あ、銃を買うってこと、そうそう、あ、なるほどね、この放送もさ、やっぱ限られてるわけだからさ、はい、そんないろんな、そうね、もうポイポイ買えないからさ、ていうか何があったかが分かんねえんだよ、いや、私はそれよりも、うん、あそこの謎に、うん、あそこの謎を解きたい、え、今、ちなみに私は今この状態であのラブコは取れるんですかね、そうね、取れるか取れないかだけ聞きたいわ、うん、あそこ、いや、あの段階で、あ、ていうか、まあ、この段階、うん、で、取れる、いけるって、江戸さん、やるしかねえっすよ、これは、はい、どこだっけ、ここだっけ、あれ、その左、あ、で、うん、あ、やべ、落ちった命大事に、うん、で、うん、それで手裏剣取るから、まずはね、手裏剣を取って、うん、取って一回セーブしよう、あー、すぐ横だからね、うん、うん、はいはいはい、手裏剣取ったで右手セーブ、うん、はい、でここ行くだろう、ここね、うん、で重りを置くと、
あそこが開くんだが、ここが開くんだが、開きます、目を閉じまして開きます。今この段階で取れる。うわすげえ困ってる、なんて言おうかを。ってことはもうなんかあるぞ。なんかあるのか。探せ探せ。このこれるの？難しく考えすぎじゃないですかねって。うん？近づくな。あれなんか今さ、そこもっと殴ってもらっていい？あ、違うか。難しく考えすぎ？近寄れないなら？手に届かない、近づかない。かない。この段階で右に戻ってみるってこと？その扉開けて、そしたらその扉が実はフラグとか開いたで、あ開いたやつから向こう同じさおマークじゃんか。で一回右もう一回行って右に、あ、そう、あれそこはあれか、あれ、あぶね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 、うん、宝庫開いたよね。え、なんか、え、なんか変わったとこ、今宝庫開いたんだよ、これを開けた瞬間に。あ、開いた、うん、そう、開いてんの開いてんの、そっか、あ、わかった。え、もう一回ここに戻ってきてもらっていい、お、あー、うん、一回触んなきゃいけないか、あ、一回、そうだね、あれどこ、ここどこここ知らないとこなんだけど、え、ここ、あ、壊せんだ、それ、こいつ壊せる、え、壊せるの、壊せる、壊せるとこあった、あそこ、もしかして、あれ、ん、今壊せたな、それって壊せる、あ、それこれは壊せない、人壊せない、え、今カーバンクルがすごい、カーバンクル、カーバンクルがネタバレしたけど大丈夫かな、あいつネタバレしたな、これ今罠っぽくない、大丈夫、あ、それは大丈夫なんじゃない、そこスッていけるってことだよね、カーバンクル行ったもんね、あー、ぶねー、やっぱバナだったんだ、どっち行く、どっち行く、あ、やっとこ、ここに繋がったんだ、やっとこ、なるほどね、これはこれは OK、OK、OK、まあ、とりあえずこっち行ってみるか、知らない、あ、いっぱいあるから、もうどっから行っていいか分からない、戻って、あれ、やっぱあそこの謎とこ、じゃあじゃあ、うん、あ、飛んだ方が早いかね、うん、これでいいか、そうそうそう、で、セーブできるから今のところを開通させたから、で、左行って左行って、うん、もう一回左かな、それ壊せんじゃないの、それ壊せないのかな、どれ、それの左、いや、壊せない、これは壊せないんだ、なんかね、グラフィックの問題ではなくて今のところまだ分からんな、なんか虫振った時にこうボロッと出るやつは壊せますね、うん、じゃあそれ壊せ、あ、壊せたのかな、それはでも壊せたとしても、ジャンプして叩く、うん、や、うん、あのさ、みんな一個やってほしいんだけどさ、はいはいはい、そこ開けて、うん、あ、いや、ん、開けて右行かないで、そう、戻ってこの状態で、あ、ダメか、閉じちゃうのか、え、どこか壊せるとこがあるってこと、じゃあ、あ、ん、あ、じゃあ目玉のとこ壊せるんじゃないかな、あ、違うか、いや、これでこの間になんかなんかするのかな、面変わってる、面変わってる、いや、今ここね、変わってないの、変わってないよね、うん、いや、ちょっと待って、考えろ、いい、そうか、え、分かった、あ、なるほど、やっぱりそう、そういうことか、あ、そう、分かった、これ多分ほとんど完全にこれはさすがに俺も答えだと思うわ、
なるほど。ヒント手裏剣でしょ。違いますってお前さ、お前序盤にさ、手裏剣だよ、そういうことだよ。これだわ。なるほどね。なんだよこれさ、これ5ヶ月ぐらいやるゲームじゃんか。あ、クジラ手に入れた。あいやーやっと取れた、やっと取れた。やっとだよ、アンクジェム何これ。アンクを破壊することができるやつ。ガーディアン倒せるんだってよ。ガーディアンってどれ。ガーディアンが眠るアンクを破壊することができる、うん、じゃあガーディアンに挑むことができるんじゃないかな。じゃあめっちゃでっかいモンスターは、うん、ってことは、じゃあ今のところこれ女神には関係なかったってことね。とかなきゃいけないやつなんだけど、じゃあ、うん、一旦ここで戻っとこう、戻っといて、うん、ひとまずセーブ一旦ね。もうこういう重要アイテム手に入れる、そうだね、うん、でさっきさ一旦どこだっけ、うん、こっから下行って、そう、左が開いたからこの辺から降りて、そうね、あすごいわ、本当にすごいわ。どうしようもねえじゃん。無理ゲー無理ゲー。何この石板、神話書いてあるだけじゃん。ヒントくれよー。それだね。いやそれがね、実はでも縦読みでヒントとかあったらどうしよう。あ、もしかしたら縦読みヒントひどいな。で左行ってそこ行けるから、そうね、下に行けるんですよ。で下に行って、こっからだよな。こっから分かんないの、まだ。あ、扉入ってないね。ひとまず扉入っちゃうか。絶対落ちんじゃない。落ちる。大丈夫、うん、さあ誰かな。お店だー。おー、5？ん？ 2 分とって何？一回おしゃれ買っちゃいそうで怖いんだけど。買っちゃいそうで怖いね。え、あれが、え、あれがないんだけど。ガイ、なんつうの、え、アプリか。あー、じゃあ買っちゃう。うん、だからもうあれだよね、銃を手に入れるのか他のものを買うかだよね。そうだね。いや俺銃いらないと思うけどね。手裏剣あるじゃん。あと重りね。足には何を使うか分かりません。隠れた店を探す。じゃあいらないんじゃない。そういうことか。そういうのじゃないでしょ。うん、今重り1個しかないから重り買っといた方がいいや。確かに、うん、ここぞという時に。うん。2個ぐらい買っとく？まあ、これで6個あるから2じゃないかな。いけるかな。まあ、敵がね、たまに落とすね。うん、でジョバンニがたまに落とすやつを拾ってたから。うん、あ、なるほど。うん、意味ありげな、こことりあえず壊せるであろう、うん、壺、あの、壁はなんとなく分かったので、うん、骸骨からんが襲ってくるから転がって、あ、はい、左あんぞ、あれ絶対あれあるかな。いや、あれはないんじゃない。てか入れるんじゃない。あ、ジャンプしてみる。あ、え、これがあれだよ、多分ギルドアプリ持ってると入れると思うじゃない。なのかな。なんかここね、なんかそれっぽいけど、は、あの持ってないと入れないのか、ないのかな、持ってると場所が分かるのか次第なんだよ。ね、また世界の、ね、妖精か。で、ちょっと焦げに、まあ、はんはんはん、絵画のついた壁は大体聖なるもの。あ、なるほど。あ、だから殴んなよってことね。目が飛ん、目ビームが飛んでくるから。そう、目ビームが来るから。で、ここもやばいぞ。あれダメだってことね。殴んな。殴っちゃダメなんだ。手裏剣もダメなのかな。手裏剣。これ終わってない？いや、なんか縦ジャンプして右みたいな。え？いけんのかな、それ。最悪、一撃で死なないんだったら、これ難しいな。厳しい、厳しい。難しいな。逆にでもこれだったら手裏剣投げても平気かな。ここだったら。あ、左にってこと？そう。あ、そこ多分ね、その下の下の下はやばいんだよね。がやばいんだよ。うん、おお、やばい、いったいったいった。で？で？とりあえずまあ右に行くしかないね。これもやばいか。あ、あ、それは大丈夫だよ。あ、そう。目もあそこの左にやって一番ダメなんですよね。あ、なんだあれ、新しいカードどれだ。あ、フォーボス、誰だっけ。賢者の一人でしょ。像壊されてシュンとなった人、うん、それそれそれ、魂の門、
魂の数を占め、おそらく巨大な力の集合者の名前は魂を占め、じゃあ入れろってことだ。ガイアン倒せって話か。そういうことだね。だから1個今ハマってるから、手裏剣がもう二度と取れない。あ、手裏剣、手裏剣でもブロックするんだね。魂はだから勝手になのかな、自分ではめていくのかな。エダフィールド、あん、はあ、まあ、いって、あ、え、下の支柱壊すじゃろうな、これな、どう考えても。あ、でもいけない。あ、そっからいけないだけか。まあ、こう下がれば、下がったらいけるのか。はい、ここから行くと、これでウサギがいて、どっちだ、 あ、下の、そうね、一回そこ入りたい。当事者、オーディンたちが住める城がある。バン神族の話、ね、名前が多すぎるな。賢人ベイベイ、もうガーディアンが封じているよベイと、まあ、ここからいけるんな。それがこれ、それオーディンの像か。目が片方ないのが怖い、怖い、怖いけど、まあ、行っちゃいましょうか。まあ、壊すだろうな。星の力を抑え込む石、これでもさ、死なないでしょ、もう壊したら。あれで手裏剣するでしょ、ここから手裏剣。うん、あ、一回ここから、え、聞いてないね、これ。これ聞いてないのか、多分、ダッシュでだと思うんだけど、つまりそういうことさ。あ、人生は一度きり、一度きりってことは命を大事にしろってこと、まあ死んでみると分かるよ。ダメかな。やばいやばいやばい、え、やっぱ壊すんじゃねえの。ダメかな、こうパシュってやってすぐ左行ってもダメなのかな。つうかさ、うん、上からジャンプしてさ、岩登れねだよね。あ、ん、あ、ベック、あ、あ、柱を壊すのは間違いないと思うんだけど、まあ、一回やってみてもいいけどね。まあ、ただ壊せなくね。いや、ムチはね、壊せる。あ、本当に。だから、パッと言ってもダメなのかな。いや、あれだけやってみれば。ダメかな。ギリギリのとこから。あ、やっぱ行くんだ。あれ、手裏剣ダメなんだ。手裏剣ダメっぽかったね。そうか。いや、頑張るしかないのかな。最後のセーブしたからであんまり変わってないもんね。そうだね、道行っただけだから。怖い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 。これは怖いな。まあ、下がるしかないね。あらーだ、そっち行くんだ。え、でもさ、どっちも無理だよね。どっちも無理だね。そっか。で、何も変わってないんだよな。あ、でも目が閉じたか。ここの変わったポイントは、岩を壊したら目が閉じた。あれ、手裏剣ダメなの。あれ、当たったかな。手裏剣、手裏剣がね、どうなんだ。おー、ついに避けた。で、なんだっけ、下に行くんですよ、ね、うん、なるほど。だったらどうすんの、じゃあ。じゃあ爆弾みたいな、あれ、ここ行ってないな。ここ行ってみるか、もう、行ってみるとこ行くしかないな。もういっぱい、はい、まあね、一旦やるか、ひとまず一旦ね、クイ、あ、じゃあクイが勝てないことになってるな。あー、そうだね、まあ、うん、クイじゃねえな、重りだな。クイってひとまずここ行ってみましょう。そこで、力あるなら、ピュ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 、あ、ホフォボス、時の食材、はあはあ、時の乱、この火を持ち運ぶことができる、なるほど、時のランプというものが必要。ああ、今どうしようもないって。なるほど。じゃあ今は、あ、間違いない。あ、うん、じゃあ今は関係ないってことね。そうね。まあ、右には行けるので、右に行くしかないね。上にあるな。あ、手裏剣、ありがたい。手裏剣結構ある。なるほど。あ、なんか、で、そこ、そっち系ね。関係ないか。下から行くかい。下から行くしかないね。なんか光ってる影とか、重りが足りないよ。あ、大丈夫かな、足りるかな、うん、2個か。
厳しいかな。まあいや大丈夫じゃない。それ壊せるでしょ。はい、壊したけどニーズヘッグ。ニーズヘッグ、ニーズヘッグってあんたそんなの。ニーズヘッグ何。ニーズヘッグドラゴンですね。神話のドラゴンの一匹ですね。ニーズヘッグどこにあるんだ。あれじゃない、マンあー、なるほど、図鑑に追加されたんだ。じゃあ図鑑に出て、図鑑使ってみる。オンにしないんで、あ、これだ。ああ、はい、見てみましょうか、ニーズヘッグ。そんなバカこいつボスでしょ。 HP60 だよ。だってもうボスのグラフィックあるもん、うん、そうだね。これはボスだね、完全に次のボスやんかい、うん、これあ、どこ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 、あ、消えた、うん、でもこのまま踏んだら消えましたね、ちょっとあれが。かまじか、冷たく。え、行ってみようか。上行ってみれば先に。いや、下に行くのは後の方がいいよ。あー、いや、そこ、あー、あー、はいはいはい。この上なんかありそうですけどね。それは上が落ちてくるやつ。あー、重りがあるよ。本当は、これあそこが開くんだわ。じゃあ重りやったらこれ大丈夫かな。いいか、うん、あー、そこが開くのね。あ、はい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 。じゃあ上からこっちに来れるのか。横だな。おもりやった。あ、ここからこれで、これ序盤じゃん。そう、あれ戻ってきたのか。あ、じゃあ右行くしかないわ。じゃあ行ってみましょう。うん、これトゲがある。あ、ここに出んだ。あれ、あ、あれ、え、で、セーブしよう。どうやって、一旦セーブしよう。ああ、開けたからね、開けたからね。一旦セーブしよう。うん。え、え、で、え、ちょっと待って。あ、あれで、あそこに行けるようになったのは分かったんだけど、どうやったらじゃあ柱壊せんだ。ただ柱壊してさ、壊したとしてなんだよな、正直。あの目が止まるだけじゃん、まあ、目を止めなきゃいけないんだろうけど、なんでじゃあ目を閉じさせなきゃいけないのかなんだよな。それが分かんないな今のところ。私にこの上なんだっけ。上はボスか。ああ、そうだね。とにかく一回下に行くしかないな。これどこに、あれ迷ったこっから上行けばいいか。こっから下に行けばいいのか。そうだね、うん。で、左行って、左行ってで、下に行く。あ、今人妻のフラグ立ててないか。人妻のフラグ、人妻のフラグってなんだっけ。人妻のフラグって何。あー、罪人のやつか。あれ、それってやなんだっけ。立ててないか。あ、わかんねえ。もういろいろあのやられては戻ってみたいになってるから。で、ピロピロ、これね、あれ、ほぼ、ね、これはもう見たな、魂の門のやつね。オッケーオッケーオッケー。で、なんか投げた。あれ、あ、これ違う。あれ、なんかもう、あれ、ん、なんか一回登ったら、あ、登ったらほら、もう一回行けないところがあるからさ、そこで、ん、これ右行ってみる。右行くと、これだと、これなんだよ、そう。ってことはダメで、これ、だっけ、コーディの話だよね。これでベイの方が当たった。どうやってやる、なんかアイテムが必要なのかな。爆弾を投げるとかさ。たまず、ここはじゃ無理だね、多分。この段階でいけますか。まだマップを全然見てないので、見てからでも遅くはない。まあ、ちなみに200円貯まりましたね。おー、ほんとだ。10だったらいけるの。10変えちゃいますが、うん、ここはどっち道だよね。ここは無理だよな、うん、じゃあ上か、これで。はちょっとマジ切れしそうになってますけど。やべえ、ラムラーナ2やるとウィーさんがマジ切れする。あれ、どこ行ってたの今。あれどこ行ってない。ここ行ったよ、ね、ここのフラグ立ててないんだよね、だからね。あの上開けてない
あ、いや開いてんのか。ここは開けてたな。うん。でもあのここで上に戻れるようになったのよ。戻ったところだよね。下に行くとまたそう岩だから。ってことは一回上戻って、で右側に行くってこと？あれ？いや、あれ今でも行けるとこほとんど行ってない？どっかまだ多分見落とすとこあるかな。ここ上行ってみてもらっていい？この上行くとさ、この上ってなんだっけ？序盤になるよね。ここか。アップで。うん、あー体力をね、うん、どこだっけ。やべえ、わかんなくなってきた。一旦あれ買おう。何？おもり買おう。あー、おもり。あとは銃買うかだか、だか。おもりってどれだっけ。あった、おもり。あ、なんだっけこれ。文章を記録するアプリです。文章を記録する、ああ、あの杉板とかのやつを全部記録してくれるってことじゃない。うわあ！怖っ！びっくりした！メガスぞこらって言われた。メガスって何？メガスって何？これメガスって何？もう一回言っていい？うん。子供見て、子供。子供は喜んでるね。あと筋肉がすごい発達した。すごいな。怖っ。びっくりしたわ。普通に怖いわ。メガスゾって何？怖すぎ。ごめんてば。今度おもり買うわ。買いまーす。ありがとうございます。うん。よかった。おもりはちょっと買っといたらいいね。みんちゃん大変です。全然進んでねえ。全然進んでねえ。11時過ぎた。全然進んでねえよ。え、メガスって壊すって意味なの？岡山県人の人だったら分かる方言なんだ。時間が。とねえ。壊すがメガスっていうの、うん、あ、そうなの？マジか、メガスって言うんだ。うん、え、年寄りが言うんだ。あれだけやっていい？ん？何？人妻のフラグを立てる。ああ、はい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 。絶対バグ忘れるから。罪人のあれなんたらってやつね。どこだっけ？上じゃなかったっけ？いや、下か、下の左だよな。あれですよ、わかんない。ここが繋がったっつって下の左じゃないか。スルッと入ったね。そもそも作者が岡山県の人なんだって。あ、そうなんだ。だからその岡山の方言が入ってんだ。あれ、これだっけ。これ店じゃなかったっけ。上だよね。上か。うん、ボスのとこでしょ。ボスのとこだっけ。ボスの1個下なので、あ、もっと上、もっと上なので一回戻った方が早いかもしれない。あー、ってことはどうだっけ。一旦戻った方がいいか。うん、そうそう。人妻のフラグだけちょっと、ここから左打って、で、この上か、上で、左行って、で、読んどる。左行って、で、ここも上でしょ。え、下？あ、下か。うん？やべ、わかんない。下。あ、あ、そうか。上はボスか。下行くと？ここが、あ、それだ。はいはいはい。金。うん。で、ここだ。はい。これで、こいつの、フラグ立った。フラグも立った。うん。で、戻る、ね、うん、で、セーブね。セーブ、OK。 はい。絶対に終わりなかった絶対につまんかった。いや、まあまあ、なんだろう、うん、一応行けるとこ大体行ってるっていうのもあるし。えボス、ん、何？
そうなんだ。何が？中村さんが作ったからラムラーナなんだって。そうなの？中村のラムラーナ？ナラムラさんが作ったからナラムラ。あ、後ろから読んでね。中村さんじゃない、ナムラさん、ね、ナラムラさんなの？ナラムラさんでラムラーナなんだ。マジか。ナムラナーナナラムラナラムラさん、とんでもねえゲームを作りやがって。これ普通にあったら5ヶ月ぐらいかかんじゃねえか。これちなみに見てる人でクリアした方っていらっしゃるんですかね。クリア何時間ぐらいでクリアした？初見ノーヒントの人70時間したら、うちこの番組1時間番組だから70週。それつまり1年超える。クリアは100時間って書いてあるよ。クリア100時間。クリア勢いるよ、70かな。ゲーム内時間で80時間ぐらい。あ、でまあ死んでリスポンとかあるからね。うん、そうだよね、死んでリスポン考えたら、うん、多分余裕それがかかるね。フルカーはやべえなこれ。あのミリッチでやったとしてもミリッチ7回8回分だから、まあ10時間やってね。ミリッチをミリッチやろうかな。ずっとだよそれ。ミリッチやろうかな。半年ぐらいずっとラムラナでそれ。ヒントをさ教えてくれるだろうから盛り上がりそうだしな。いや、ずっとやり込むゲームだからね。うん、ミリッチだとしても10回以上かかる。うん、そうだね。まあなんつうの、ノーヒントではないから多少ね、こうちょいちょいヒントいただきながらやろうかな。あ、大変です。何さん、今年のゴールデンウィーク10連休です。なんということでしょう。それさ、逆にミリッチ、それさ、もうミリッチ部屋に泊まり続けるしかないじゃない、それ。そうですね、だんだんこうカップ麺のこう、容器がこう、どんどんそう。で、たまに清掃の人入るの。で、たまにあるでしょ、うん、ピザ取るでしょ。そうそう。で、ほら、ディアステの子かなんかにさ、呼んでさ、あのちょっと後ろ片付けといて、バイト代出すからっつって。あーとか言いながら、でご飯作ってくれる人募集っつってさ、うん、あーいいね。そう、それだったらゴールデンウィーク、うん、10日間、あの合宿、ラムラーナ合宿、ラムラーナ10日間やってみた。やってみた。やばいな、やばいねそれね。カメラ外して、恐ろしいコメントありました。何何何、アドバイスありなら100時間で2作ともやれるねって。センテッドさんは番です。お前らそれあれだぞ、あの血や足んなくなるぞお前ら。いいですね。すごいな。ゴールデンウィークはかどりそうですね。うん。ほんと、すごいね。10日でいくらチア入るか楽しみなぐらいだよ、ね、それやったら。その前にさ、はい、そのスケジュールあんのよ。ゴールデンウィーク全部休みじゃないじゃん、あなた。いや、今から撮ったらミニッチ NG でこう全部、こうせば、ダメ入ってる入ってるって。入ってるからダメだって。やんないよ、そらそうでしょ、やんないよ。そら無理、やんないよ、うん、そらそうよ、はい、はいはい、というわけで、うん、来週もやろうかな、じゃあ、はいですね。まあここでもうちょっと進みたいわな、なんかね、もうちょっとさすがにね、なんか、うん、序盤の序盤すぎて、なんかあまりにもね、うん、でそれこそジョバンニが稼いだ70何だったんだみたいになってますけど今、うん。もしかしたら、うん、もう来週銃を買ってしまって、あ、まあまあ、ね、ちょっとガンガン進めるみたいなのもありかもですけどね。そうだ、銃弾が必要だから。あ、そっか、じゃあ、まあ、買っても、うん、別に誰に使うの、買っても誰に使うのって。ザコですよ、ザコに。だってコウモリだよ。あれ、今スタッフが2人が、いやミニさんそこじゃなくて今詰まってるところ、謎解きの部分なんで敵倒すことあんま関係ないんでっていう顔してます。ムカつくな。
ガツくな。まあまあ正論言うのやめろ。まあそう、まあ、まああれですよ、分かんなくなったら千里さんに聞けば教えてくれるから、うん、もうねそういったからにはちょっと来週も絶対来ていただいて、うん、そうそう、うん、ヒントくれっつったらこうそう、うん、はい、ここ分かんねえっつって、はい、教えろってもう教えてくださいじゃないの、教えろ教えろ千里と手順教えろってラムラーラ2マイスターになったので、そうそう、今昇格したんでよかったんで、ネームドに、あ、ネームド決めてください、来まーす、ありがとうございます。ミリンさんがなんかちょっとイライラしてんなと思ったら、あとか言ったら、うん、教えますよって、こう今のとこ教えますよっつって、わかるそうですよって、そうそう、うん、目がされちゃうわ、ミリンさんに目がされるよ、カーって目赤くなってはい、というわけで、はい、来週もやるんで皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、来週はみんなの力を借りるかもね。ちょっとね、まあ最初はね、うん、謎は分かんなくて、うん、そこなんだなんだっていうのはやりたいじゃん、うん、そうね、やっぱり考えたいからさ、うん、そうそう、うん、でももう2分ぐらいでもう諦めて、私やっぱそういう考える集中力持たないからさ、うん、もうちょっとやったらさ、まあ、ミリンさんは戦闘派だからね、もう何も考えられなくなってくる何これみたいな、かんない。ちなみに謎解きゲームって今までって何やったことあります？謎解き、例えば謎解きゲームと代表って何ですか？え、逆に謎解き、まあ昔だったらアドベンチャーゲームとか、レイトンとかですか？あ、レイトンもそう、あとは私レイトンはスチームだったらポータルとか、ポータル私1も2も全クリします。やってんのか。あのそれはミリチやりました。あれ1も2もそうやったやった。まあ、多少はもちろんヒントもいただきながらですけど。ああ、まあ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 。そうか。ゼルダか。ゼルダもそうだね。私実はゼルダやったことない。あの全クリはないです。普通に難しいでしょ。まあ最近のよりちょっと昔の方かな。うん、は本当に分かんないやついっぱいあったよ。いや、時岡とか全クリ。お母さんの子見てた系だから、うん、時岡とかって、ね、ああそうかそうか、やってもできないんじゃないかな、うん、ポータル結構ご利用した。そうなんだ、ご利用したんだ。ゼルダはね、ちょっとご利用してもキラーできるからね。俺もね、さすがにあの攻略本ないと無理だっていうところあったね、昔は。あ、そんなに、うん、そう、まあでも謎解きで言うとやっぱそんくらいかな、謎解き、まあ、アンチャーテッドも別にそんなに難しい謎解きじゃないからな。気持ちのいい謎解きだもんね、あれは、うん、どっちかっていうとね、うん、このゲームはメモ取らないと詰む。ああ、なるほどね。まあタロスの方が確かに難しいか、ポータルよりは、うん、なんだろう、私だから、うん、あんま ないかもですね。そうだね。その、うん、あ、謎解き系がね、頭使って、うん、スーパー謎っぷよルルーのルーぐらいですかね。それって謎解きになるのかな。うん、謎っぷよはなんかね、詰め将棋みたいなやつで、詰め将棋だよね、まあ、謎解き、うん、まあ、パズルだね、あれは。そうだね、うん、ぐらいですかね、うんうん、多分。あ、新鬼ヶ島とかやりて、久しぶりにかな。はいはい、うん、です。はい、じゃあここからはエンディングのお時間でございますので、なので告知ですね。クソ、もっとやりてはい、はい、告知を失礼します。1月に行われた武道館 2days のライブがブルーレイ DVD で映像化決定します。3月の27日に発売となります。なんと初回限定版は両日収録の2枚組だけではなく、ボックスケース、フォトブックレット、副音声コメンタリー付きと豪華な内容になっております。ん、予約購入特典もありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてもうちょっと今日はいっぱいあります。お、いっぱいあるの、うん、なんとトイズファクトリーとキングレコードがタッグを組んで、電波組インクと虹のコンキスタドールのジュニアメンバーを募集するオーディションを開催しますジュニアメンバーだってよ。私も審査員として参加させていただくことになりました。はい、私たちディアステージの仲間として一緒に大きなステージに立つことを夢見る女の子を募集しますので、少しでも興味がある方はぜひご応募くださいということで。女の子じゃ山なんですね。はい、しかも12歳から22か3か、そんぐらいです。マジか、うん、もう全てに解いて当てはまってないです残念ですので、まあ、これを見てる方でそのそう、ね、応募資格に当てはまる 方どれぐらいいるのかちょっとあれですけど、うんうんうん、まあ応募してみたらね、世界が変わることもありますので、はい、まあ、お気軽に。ギリギリダメだったな、うん、どこをどう取ったらギリギリか分からなかったんですけども、ギリギリダメでしたね、ぜひ皆さん、うん、ご応募お待ちしております。はい、そして先
日行われたイベントで発表されましたが、アクション RPG ゲームディビジョン2のなんと私古川スペシャルはい、スペシャルサポートエージェントに就任することが決定しました。何やるんですか？ゲームを遊ぶドヤ顔されたそうな、まあ、まあ NGC もやってることはゲームを遊ぶを放送してるだけですから、うん、はい、うん、そうなんだけどさ、一応ありますよ、うん、ディビジョン2の特別生放送に出演したり、うん、ファミ通さんの特設サイトに登場したり、うん、新たなエージェント獲得に向けた SNS 活動。何それ、これ何したらいいんですかって言ったら、うん、大丈夫です、なんか遊んだ感想をツイッターに上げてくれれば大丈夫です、ね、それはただの感想じゃねえ、うん、大丈夫です、ね、あ、まあまあみりんさんがやってるから、うん、俺も一緒にアロッペっていう人を、うん、そのなんかその気持ちを湧き立たせるようなツイートをするってこと ね、そう、うん、まあだから、うん、要約すると、うん、楽しく遊んでくれや何でもいいってことだったんでなるほど、まあ、でもその、はい、やっぱ私 の、 そのまあファンの方って、うん、もちろんディビジョン2とは何ぞやって方めちゃくちゃいっぱいいるじゃないですか。まあまあまあそうね、まあ、そういう人たちにまあゴールとしては買ってもらったら嬉しいですけれども、うん、まあまあそこまでいかなくてもこうディビジョン2ってこんなゲームなんだよみたいなのがこう私を通じて伝えられたら嬉しいななんて思っておりますので、うん、ぜひ私のスペシャルサポートエージェントのこう活動もこう見ていただければなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。そして、もう一つテレビのお知らせ、今週放送のテレビ朝日の番組、うん、ゲームズボンドに MC として出演が決定しております。おこの冬おすすめの人気タイトルの魅力を徹底調査、はい、というわけで今回も、芸人の雷さんと、うん、一緒にゲームの魅力をお届けします。放送は今週金曜日の2月15日の深夜2時50分から、うん、まあね、みんな起きてると思いますぜひご覧ください。はい、まあ、あとは週刊ファミ通のみりんこさじ2杯、うん、今週2月14日発売号は温まる喜びびっくりはずなって書いてある、何それをテーマについてテーマに書かせてもらいました。温まる温まる喜び、温まる喜び、何、寒い、温まる喜びについて、そうそうそう、暖炉がないと死んじゃうみたいな、ぜひ見てみてもらえればと思います。そうなんだろう。あとはミリッチ、うん、今週のおそらく日曜日ぐらいにできたらいいなと思っておりますので、なるほど、よろしくお願いします。はい、以上です。はい、はいはい、じゃあ NGC からのお知らせでございます。明日、はい、水曜日ですのでバイオハザード RE2 でございます。はい、ザ・スト・ゴーの後です。わ、はい、地下に、入っていくメダルを3つ集めてね、地下に入っていくところからのレオン編でございます。引き続き後藤さんプレイでそのまま行きますので、この先どうなっていくのかお楽しみによろしくお願いいたします。22時からでございます。はい、はい、そして木曜日なんですけれども、はい、ドラゴンクエストビルダーズ2最終回でございます。あやま、はい、もう次のタイトルに移ってしまうのでね。そうなんですよ。まあ一番最初の島をギリギリクリアできるんじゃないかなというところまで来てますので、はい、はい、続調が、余計なことしなければ大丈夫と思います、うん、おやはい、よろしくお願いいたします。はい、でその後ですね、24時30分、まあ会場は20時かな、あ、20時じゃねえ、24時、うん、で24時30分より、はい、メトロエクソダス、おー、出た、発売が15日なんで日付変わったらもうすぐ、日付超え放送みたいな、はい、1時間ぐらいかなとは思ってます。はい、長くても1時間半ぐらいしかやらないと思いますので、まあもう本当に開けたばっかり、うんうん、の状態、あのまだほらパッケージを手に入れてない人もいる状態ですから、か、うんうん、なのでちょっと序盤だけ、遊ばせていただいて、片勝さんも、うん、遊びに来てくれます、深夜なのに、はい、すごいなそうなんです、フットワークは軽いですね、うん、そうなんですよ、まあまあだいぶ片勝さんが、うん、今回のメトロは、うん、本当に超押してますっていう、あ、本当にやってみたいな、うん、でも メトロもちょっと怖いですよね、びっくりしますよね。まあシューターと考えればみりんさん得意な分野ですよ、うん、あの FPS シューターではあるので、ちょっと不気味なんですよねメトロって、やっぱり、まあ、不気味で怖い、あの、うん、割とミュータント系が出てきてっていうのでガッてくるから、雰囲気恐ろしい世界観超作り込んでる系なイメージあるんで、うん、メトロってまあそのアポカリプスものってやつですよね、うん、その一回滅んじゃってじゃないけどさ、だからなんか3時間ぐらいプレイして慣れたらもうガンガンいける気がする。あ、最初に1時間はもうこんな感じでやって、ね、特に今回はまだあれなんだけど、うん、その今までのやつは本当メトロの中、うん、地下鉄の中
で暗いところでの狭いところで戦うっていうのが多かったんで、はいはいはい、そうですよね、うんうん、そうで今回はエクソダスなんで、あ違うのか、そう割とね、まあ、全部は知らないですけど、はいはい、狭いところももちろん地下鉄もあるんだけど、はいはい、うん、結構外出るんですよ。確かにトレーラーなんか、うん、お空見えてますね。そう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 、うん、なのでね、今回の方がそういう意味ではミリンさんやりやすいかもしれない、うん、メトロは下手なホラーゲームより怖いってよ。あーまあ確かに、ホラー苦手な人は多分ちょっとうわーってガッてくるからね、うん、うん、はいはい、でございます。よろしくお願いいたします。はい、でこの後エドササイズです。頑張れ。先週お話ししましたクリードの大会のやつの予選大会についてちょっとお話ししますんで、うん、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上でございます。はい、皆さん今日もありがとうございました。はい、じゃあ今日のハイライトで締めたいと思います。何も進んでないからな。なんかあるかな。じゃあ私もクリードやりたい。え、なんかやつあ、それで終わる。うん、わかった、うん、じゃあ、まあ、立ってクリードやろうか。わ、うん、かった、わかったはい、そう、まあ、あ、まあそういうのもまあありはありやな、うんうん、はい、でちょっとだけボクシングやってたんですよ。ちょっとだけ。いつ？ずいぶん前とか。ずいぶん前。ああ。ダイエットしようと思って。ああ、ボクサーサイズ的なね。あ、そう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 。あの、昔なもんじゃないですけど、うんうんうん、でもグローブつけて。へえ。やります。で、忘れ、覚えてないけどなんか、マンツーみたいな。マジか。じゃあ、うん、カメラに向かってそれやりましょう。はい。はい。じゃあ。じゃあ皆さん、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週ラムライナー2でお会いいたしましょう。ラムライナー関係ないね。ありがとうございました。ありがとうございました。ワンツー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 、なんか、うん、パンチは、うん、この力じゃなくて、うん、引くのだって。そうそう、正解正解、なんか正解、こうじゃなくて、うん、ここ、そう、前に出すじゃダメなんですよ。引くっていう、ここのスナップでいかなきゃいけないからっていう。そうそうそう、で、うん、なんか、うん、あ立ててみよう。